広島高速交通線系電車は、かつて、広島県広島市で新交通システムを運営する、広島高速交通が1999年に導入した案内機常式電車。広島高速交通で、初めて、VVVF インバータ制御方式を採用した、形式であった。輸送力増強のため、1999年に6両、編成1本が製造された形式。 製造は三菱重工業が手掛けた。戦闘車の車体長が従来の6000軽電車から 60mm、延長した 8210mm に変更され、編成定員も2名増加した288人となっている。また戦闘車には運転台からの操作により収納が可能な座席が2箇所設置されており、ラッシュ時の混雑に対応する。 中間車の車内についても座席が6人掛けから5人掛けとなり、乗降扉付近の空間を確保することで、乗降の効率化が図られている。車体デザインは6000系と同様だが、冷房効果を高めるため屋根の塗装が6000系の黒色から断熱塗装を用いた白色に変更されている。制御方式は6000系で用いられた、サイリスタチョッパ制御方式から、 直流電力を交流に変換した上で、交流誘導電動機を駆動させる VVVF インバータ制御方式に変更されている。これにより、従来の電動機に設置されていた、整流子やブラシの必要がなくなり、メンテナンスの簡素化が実現したほか、電動機の回転数やトルクの制御が可能となった、ことで、積雪など悪天候走行時の走行性能が向上している。 軸配置は編成内の各車両の一軸二輪、編成合計で六軸が、主電動機から動力が伝わる駆動軸であった六線、K から変更され、中間車四両を全軸駆動としている。これにより、編成全体で八軸が駆動軸となり、摩擦力の向上や悪天工事の空転の抑制が図られている。これにより、先頭車は動力がない制御車となっている。 1999年3月20日に実施されたダイヤ改正から営業運転に投入され、編成番号は6000系の続版として第24編成となっていた。老朽化が進行したことにより、2020年3月に営業運転開始を予定している7000系への置き換えが決定し、2020年6月19日に車庫から搬出されてリサイクル工場に運ばれ、 廃車となった。ありがとうございます。